こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、大人の夏の T シャツベスト5ということで、皆さんに動画をお届けしたいと思っています。今日もですね、35度を超えるような日になってまして、ジャケット着てますが、もう暑くて仕方がないんですね。まあ、このような暑い日がこれからですね、7月、8月、9月と続くわけなんですが、そうなるとですね、やっぱり、 T シャツは欠かせない存在なのかなというふうに思っています。大人の男性にはやはりちょっとラフすぎるので T シャツって難しくはあるんだけどもこのような暑い気候ではもうマストアイテムだと思うんですね。ですのでこれからの季節主役になるような T シャツはある程度バリエーションはあった方がいいんじゃないのかなと思っています。 ということで、今回の動画では、僕がですね、個人的に今年買って、めちゃくちゃいいなと思っている T シャツをですね、ベスト5という形でご紹介をしていきたいなと思っています。まあ、それぞれ個性が異なるような T シャツになっているので、この中から気に入ったものをですね、ぜひ皆さんも買い揃えながら、真夏の着こなしをですね、なるべく快適に楽しんでいただければなと思っています。 こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日をですね、なるべく分かりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで早速1枚目のですね、おすすめの T シャツから皆さんにご紹介したいなと思うんですが、こちらですね、今季グリーンレーベルさんとコラボレーションして作ったダークグリーンのですね、無地 T シャツですね。これは仕上がりが良くてですね、 僕自身日常的にガンガン着てるので、ぜひ皆さんにもご紹介ができればなと思っています。これは色選びからですね、ご一緒させていただいたんですが、まあかなり深めで上品な色合いに仕上がってるんですね。グリーンという差し色的な色合いなんですが、だけど割とこう合わせやすいような大人っぽさを備えた色で、個人的にもね、この色の仕上がりめちゃくちゃ雰囲気がいいなと思っています。ベースとなる T シャツのデザインは割とコンパクトめですね。身幅とかもですね、まあ今トレンド感のある 二人目のシルエットではあるんだけども、そこまで大きすぎないというところ、そのあたりのバランスというのが、やはりグリーンレーベルさんらしくてですね、大きすぎずに大人っぽさというところがありつつ、古臭く見えるようなバキバキに細い感じではないというところ、ここがね、バランスがいいと思います。 それもやや長めではあるんですが、ここも結構バランスを調整したんですね。長すぎるとちょっと引っかかりがあったりするので、そのあたりは好き嫌いが分かれるかなと思うんですが、ちょうど腕の関節ぐらいに来るような長さにしているので、まあバランスがいいんじゃないのかなと思います。 まあちょっとですね、夏の着こなしで無地 T シャツ、地味なものが多かったりするんで、ちょっと色合いで遊んでみるのもいいかなと思うので、このようなダークグリーンの T シャツはすごく使い勝手がいいと思います。ボトムスはもうブラックだとかネイビーとかでももちろいんですが、僕が今履いてるようなこういったシアサッカー味ですね、ダークグレーのものを履いていますが、こういった夏っぽいシアサッカーパンツなんかにさらりと合わせてあげて、あと足元ですね、こういったグルカサンダルがやっぱり相性がいいと思うんですよ。T シャツのスタイルって結構 なのでそこをちょっと引き締めという意味ではこういったグルカサンダルを履いてあげるとすごくバランスがいいかなと思うのでこのコーディネートそのままですね使えるかなと思うのでぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っていますただちょっと在庫が今どうなのかわからないんですがぜひ皆さん店頭ですとかオンラインでチェックをしていただければなと思っていますはい続いて2つ目の t シャツなんですがこちらですね ちょっと皆さん見覚えがあるという方もいらっしゃるかもしれないんですが先日ですね、シップスエニーの渋谷店で撮影をした際にですね、ご紹介した T シャツなんですがあまりに気に入ったので僕も個人用に買ってしまいましたこちらはですね、キャンプポケットと呼ばれるようなこの腰位置にですね、ちょっとポケットがついてるような通常の無地 T シャツとはですね、ちょっと違ったアプローチをしているような1枚で個人的にもですね、このディティールが気に入ってすごく愛用してるんですね ベースはですね、少し緩めのサイジングです。こちら S を着ているんですが、 結構ですね、袖も長いんですね。ユニクロ U のエアリズムコットよりもさらにオーバーサイズなので、普段選んでるサイズを選んで間違いがないかなと思うんですが、まあ、かなりゆったりめの無地 T シャツなんですけども、ちゃんとトレンド感のあるようなシルエットになっています。そしてポケットですね、ここもすごく良くて、まあ、個人的にはここにですね、なんか物を入れることはないと思うんですが、ちょっと横から見た時に普通の T シャツとは違った魅力があるので、このあたりは気に入ってるポイントですね。 後ろもですね、ちょっとここが柔らかくラウンドしてたりだとか、かなりディティールが凝っている一枚になってまして、そういった点も含めて気に入っています。まあ、USA のコットンを使っていて、結構自圧なんですね。ですので T シャツのですね、持つこうカジュアルさというところを、まあ、活かしながらもですね、カジュアルすぎないようなポイントが、僕はですね、感じられるような一枚かなと思っています。 で、色がもうめちゃくちゃこのダークグレーというものが気に入っていまして、大人っぽくてなんか上品なところもあるんですね。まあ、T シャツ1枚のスタイルでちょっと色が派手だとなかなか使いづらいので、まあ、このようなトレンド感のあるゆったりめのシルエットだからこそ色合いは大人っぽい方がいいかなと思うので、このダークグレーなかなか色合いがいいかなと思います。まあ、今回のコーディネートなんですが、下はグラミチのパンツですね。これはビームスベッチューバージョンですね。いろんなセレクトショップをですね、横断してるわけなんですが、まあ こちらのグラミチを合わせて短パンでですね、ちょっとこうアウトドアだとか外遊びを意識したようなコーディネートを作ってみました。で、なんかカジュアルなスタイルなんですけども、両方ともブラックとグレーということでモノトーンのスタイルなので、割と相性がいいかなと思います。で、足元はですね、これはビューティーユースですね。 えっと、青山のビューティアンドユースで買った、他オネオネのホパラというモデルですね。これもね、サンダルなんですけども、スニーカーよりのこうサンダルなので、まあ、適度にですね、履き心地も良くて、なおかつですね、サイドから見た時に肌がちょっと見える。あと後ろもちょっと肌が見えるんですが、この感じが軽快で、なおかつ色合いはモノトーンなので、今回の着こなしとも相性がいいかなと思います。まあ、このようなシンプルなスタイルこそ、なんかこう退屈に見えがちというデメリットがあるんですが、そこら辺はですね、 トレンド感のあるシルエットだとかあとは靴ですねここにトレンド感を入れてあげたいだとかあとはこのキャップとかですねサングラスですねこういった小物使いがすごく重要かなと思いますキャップはですね フレッシュサービスというブランドのもので、僕はこのキャップがね、めちゃくちゃ気に入っていまして、久々に今年購入したんですが、まあブラックをベースにちょっとしたこう、プリントが入ってるだけのものなんですが、非常に使い勝手がいいかなと思います。まあブラックの無地系のものでもいいかなと思うので、そのあたりはですね、皆さんのお手持ちのものだとか、あとはユニコとかでもブラック無地買えるかなと思うので、そういったもので代用してもらうのもいいかなと思います。あとサングラスですね、こういったレンズが真っ黒のものよりは、ちょっとこう、瞳が見えるぐらいのものの方が、 暑くないので、個人的には好きですね。レンズの色は薄いブルーなんですが、そういったものが入っているもので、アクセントを足しつつ、あとは腕回りですね。ここさえ足してあげれば、結構こういったシンプルな無地 T シャツも、えー、活かしやすいかなと思うので、ぜひ皆さんトライしていただければなと思っています。はい、続いて3点目の T シャツなんですが、僕が着てるですね、もう大定番ですよね。 ホワイトの無地 T シャツですね。これはユナイテッドアローズで今季購入したポンチ T シャツという商品なんですが、これはめちゃくちゃ良かったですね。このシリーズはすごく好きで、去年も実は買っていまして、去年はですね、ちょっと綺麗な色のこういったライトブルーっぽいものを買ってきていたんですが、これまたね、すごく評判が良くて、色合いがめちゃくちゃ綺麗なので褒められる機会が多かったんですが、今年購入したのはものすごくシンプルな ホワイトの T シャツなんですね。まあ、こういったものって他にもですね、買えるものたくさんあって、例えばユニクロ U のエアリズムコットンとかでも全然いいと思うんですよ。こちらもすごく完成度が高いので、これを着るのもいいと思うんですが、 真っ白な T シャツだからこそこだわってちゃんとしたものを着るというのも結構真夏の着こなしの上ではテンションが上がるかなと思います。まあ確かにですね、そんなに見た目が変わらないと言われれば変わらないんですが、でもですね、着てみると明らかに違うところもあるんですね。まあ肌触りのすごい滑らかさですとか、あとはですね、表面の光沢感ですかね。 この辺りは動画でどれくらい伝わるのか難しいところかなと思うんですが、明らかにね、質感がいいんですよ。1枚で着てもちゃんと主役になるような白 T になっているので、こういったものに投資をする価値は十分にあるのかなと思っています。僕はワンサイズ上げて M サイズを着てるんですが、まあジャストサイズの S を選んでもですね、それまた少しゆったりさは出るので、まあこの辺りのサイズ感はお好みで選んでいただくといいかなと思います。まあそれの長さもですね、先ほどのシップスエニーの T シャツに比べるとちょっとみ 短めなんですね。ですので、ワイドシルエットではあるんだけども、そこまで大きすぎないというサイズバランスも含めて、かなり完成度が高いと思います。もちろん今季もカラーバリエーション豊富なので、ホワイトをお持ちの方は他の色でもいいかなと思うんですが、このシリーズは本当に無地 T シャツの中では至高の1枚だと思ってまして、ものすごく上品で大人の男性が満足できるような仕上がりなので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。まあ、個人的にはホワイトか、もしくはこういった 今季またちょっと違った色見えかなとは思うんですが、ブルー系。このあたりが使い勝手がいいので、ぜひチェックをしていただければなと思っています。はい、続いての T シャツなんですが、こちらですね。もう皆さんも予想通りですね。 ユニクロ U のエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツですね。これも一つぐらいは入れたいなと思って今回ピックアップしました。いつもですね、僕がご紹介するのは今季新しい色として登場したパープルだとか、あとはホワイト、ダークグレーですね。このあたりを使うことが多いんですが、ブラックは実は買ったことがなくて今回初めて購入したんですね。というのも僕は結構ブラックのボトムスを選ぶことが多いので、そうなると 黒 T 黒パンツだと、やっぱり重たく感じるんですね。ですので、おのずとブラックの T シャツはあんまり買わなかったんですが、今回ですね、以前ご紹介しましたけども、この無印良品のチョートパンツですね、オリーブ色を買ったので、これにちょっと合わせたいなということで、ブラックの T シャツを買ったわけですね。まあ、ブラックの T シャツって、ちょっとモードなイメージだとか、キザっぽいイメージとかもあったりするので、あんまりタイトに振りすぎると、今っぽくないかなと思うので、その点は、ユニクロのエアリズム、コットン、 を選ぶことで、まあ、適度にゆとりが出るので今っぽい雰囲気にもなりやすいかなと思います、まあ、オリーブが持つこなれ感というか、まあ、失敗すると野暮ったく見えるんですがこういったものをですねブラックで引き締めてあげるとバランスがいいのでこのような形でですねオリーブかけるブラックの t シャツという形で使っていただければかなりこの t シャツは使い勝手がいいんじゃないかなと思います今ショートパンツを合わせていますがもちろんこれはロングのカーゴパンツとかベイカーパンツオリーブ系のものとも相性がいいのでぜひ皆さんにはオリ リーブのパンツとブラックの T シャツという合わせ方、試していただきたいなと思っています。まあ、足元はですね、ちょっと今回カジュアリーまとめたんですが、まあ、サンダルの中でもちょっとこうスウェードの素材を使うことで、少しだけ大人っぽさを出した感じにしています。今季のですね、エディフィス別注のビルケンショックのチューリッヒなんですが、まあ、こういった形で合わせてもらうのもいいかなと思うので、ぜひですね、このブラック T シャツもチェックをしていただければなと思っています。 はい、続いてラスト5点目は今僕が着てるようなプリント T シャツですね。 これまた僕の中ではもう欠かせないアイテムで T シャツいろんなバリエーションがあるんですが、まあ、その中でも基本的には無地が多いんですがそれだけだとどうしても飽きちゃうことがあって時々ですねこのようなプリント T シャツを着るようにしてるんですね中でも僕はですねこのような白ベースのプリント T シャツが大好きで、まあ、清涼感があってなおかつですね重ね着がしやすいのでもう本当にいろんなものを購入してるんですね 僕はあんまりこうコレクションするような人間ではないんですが、白のプリント T シャツだけはかなりたくさんのコレクションがありまして、今年もですね、何枚か買ったんですね。 例えば、えっと、動画の中でもちょっとご紹介しましたが、えー、ユナイテッドアローズのグリーンレーベルで購入したこちらのですね、プリント T シャツも白無地にですね、こういったフランスの情景がですね、プリントされていて、めちゃくちゃいいんですよね。これも気に入っているんですが、やっぱりね、こういったセンスのいいプリント T シャツって、一つだけデメリットがあって、すぐに売れ切れちゃうんですよね。これも人気ですぐになくなってしまって、残念ながら今では買えないんですが、こういったものも気に入っていますし、 あとはですね、これはドメスティックブランドなんですが、シュタインというブランドもですね、これも気に入っていまして、ちょっとシルエット的には緩めのサイズングになってまして、長方形のプリントがなかなかセンスが良くて、これもですね、仕事できたりしてるんですが、結構ですね、このブランドは毎回なんかプリントすごく素敵なものがあったりするので、皆さんにもお勧めしたいなと思います。ちょっと値段的には高いんですが、素材の質感も上品で、確かこれリオセルかなリオセル100%でとろみ感もあってすごくいいので、こういった T シャツも ですが、先ほどもちょっと触れた通り僕は自分も大好きで白 T を自分のブランドで作ってるんですがこういったちょっとこうブラックベースにブラウンだとかちょっとイエローとか ブルー系の色が入っているようなプリント T シャツを最近作ったんですね。こういったものだとか、あとはですね、こちら、めちゃくちゃシンプルなんですけども、ブラックベースに真ん中がですね、ブルー系の色を使ったようなもの。こういった大人っぽいアプローチのプリント T シャツがなかなか少ないので、こういったものを自分で作って楽しんでるわけなんですが、まあこのようなね、シンプルな白系のプリント T シャツだと、 大人の男性にも似合いやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思います。まあ、ディネートは簡単で、僕はもうブラック系のパンツですね。もう最近はほとんどこれ一択になっているんですが、ユニクロのタックテーパードパンツですね。こういった形でブラックでまとめてあげて、T シャツのカジュアル感をですね、ある程度綺麗に見せてあげるのが個人的には好きで、足元はですね、これまた先日ご紹介しました、ビューティアンドユースで購入したグルカサンダーですね。 こういった形で、ちょっとこう、下半身は綺麗めに振ってあげると、プリント T シャツのカジュアルさというところ、をある程度はバランス取ることができるかなと思うので、ぜひ、大人の男性もですね、プリント T シャツ選べば結構素敵に着こなせるかなと思うので、ぜひ、今年の夏、トライをしていただければなと思っています。はい、ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、大人の夏の T シャツベスト5ということで、皆さんにですね、僕の私物のアイテムを ご紹介させていただきました。どれもですね、まだ今時期でも買えるようなものが多いかなと思うので、まあ気になる方はですね、概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックをしていただければなと思っています。まあ僕自身ですね、オシャレは大好きで、いろんな着こなしを試したいんですが、本当にプライベートになると快適さってめちゃくちゃ重要だと思ってるんですね。その点で T シャツはものすごく便利なんですが、どうしてもですね、カジュアルに見えすぎたりだとか、地味に見えがちかなと思うので、その点はですね、今回選んだような シンプルなんだけどもトレンド感のあるサイズ感だとか綺麗な色合い。あとは場合によっては柄物ですね。 プリント T シャツなんかを取り入れていただくと T シャツ1枚でも決して地味には映らないかなと思うのでぜひ今回の動画を参考にしながら夏の T シャツ楽しんでいただければなと思っていますこれからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンツファッションの基本をなるべくわかりやすく解説したいなと思っているんですがもう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしていますので気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています また、なかなか動画を見る時間がないよなという方のためにですね、オンラインサロンも運営をしています。そちらでは、セールのアイテムの紹介ですとか、コーディネートの解説を、文章と写真ベースで行っていますので、気になる方はですね、こちらも概要欄からチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの小山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。